はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日はですね、ビットコインと XRP とイーサリアムですね、主軸3通貨のですね、相場分析を合わせてやっていきたいと思います。今日が2020年の6月の11日ですね、木曜日になります。で、今日の動画ですけれども、まずビットコインのですね、ドル建て、それから円建てをやった後にですね、イーサリアム、XRP という風なですね、順番で相場分析でやっていきたいと思うんですけれども、昨日ですね、昨日の動画でもお伝えしていましたけれども、FOMC ですね、そこで決定されたですね、内容が、夜中の3時ですね、今日の明け方、夜中の3時にですね、発表されたという風なことがありました。で、その発表次第ではですね、金融市場はもとよりですね、仮想通貨市場、主にですね、ビットコインの価格にもですね、影響があるんじゃないかというふうにですね、いろんなアナリストの方もですね、言われていたという中で、今日の朝方3時ですね、見ていただくとわかるんですけれども、1万ドルラインにですね、チャレンジしてきたんですね。結局ですね、抜けることができなかったわけですけれども、ついにこういう金融市場のですね、そういった指標が仮想通貨市場、ビットコインのですね、価格にも影響が与えるっていうことがですね、今回のね、FOMC で明らかになったわけですね。これって結構僕はすごいことなんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりこの仮想通貨市場、特にビットコインに関してもですね、やっぱりこう金融市場のですね、一つの商品、取引商品としてですね、若干認知されつつあるんじゃないかっていうふうにですね、そういった見方がですね、できるんじゃないかというふうにね、考えられる、この値動きだったかなというふうに思っております。結構ね、激しめの値動きでしたね。一方でですね、FOMC の結果のこう発表内容に関してはですね、それほどこうサプライズ的な要素はなくてですね、FF 金利と言われるですね、金利も、当初の予定通りのですね、水準で維持するということがですね、予想通りになったわけですね。それから経済支援もですね、引き続きやっていくということで、おおよそのですね、予想通りの結論になったということで、為替市場へのですね、影響も限定的だったということでしたね。ビットコインはね、このどさくさに紛れて抜けてくれればよかったんですけどもね、結局、戻してきているということで、今後の展開ですね、どういったところがターニングポイントになるのか、どういったところと言ってもですね、1万ドルラインになるわけですけども、それがいつぐらいにね、抜けてくるのか、で、抜けた後ですね、どういったところで、攻めていくべきなのかっていうところをですね、今日は徹底的に解説していきたいと思います。で、イーサリアム、それから XRP に関してもですね、ビットコインとこうチャート形状はですね、違えども、やっぱりね、今、重要な局面に来ていますので、そういう重要なポイントをですね、絞って、今日はお伝えしていこうと思います。で、一点ですね、お知らせで、昨日のね、動画の最後にも言ったんですけれども、近々ですね、また僕の企画をですね、やっていこうと思っています。まだね、詳細は決まっていないんですけれども、僕が皆さんにですね、トレードをお教えさせていただくというふうなですね、内容、しかも無料でですね、そういった内容で、今ね、企画を立てている段階ですので、面白い企画に、ね、なるんじゃないかなというふうに思っていますので、詳細はですね、この YouTube でもね、告知しますけれども、基本的には LINE アットの方でですね、やっていこうと思いますので、今のうちに LINE アットの方にもですね、登録いただければ嬉しいなというふうに思います。LINE アットにですね、登録いただいた方は僕の無料講義ですね、ご覧になれますので、そちらもですね、見ていただければというふうに思います。それではですね、チャット分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、まずはビットコインのドル建てですね、4時間足から行きたいと思います。今日はですね、いろんな通貨ありますので、駆け足でね、ポイントだけ絞ってやっていきたいと思いますけれども、今の時刻がですね、20時11分になったところですね、今のビットコインの価格なんですけれども、9798ドル、ぐらいのところですね、日本円で言うと104万7000円ぐらいのところですね、推移している状況です。冒頭ですね、申し上げましたけれども、ここの値動きですね、これ4時間足移していますけれども、夜中の1時からのローソク足、結局ですね、この3時に合わせてね、大きな上昇、それから下落っていうものをですね、見せてきました。大体ですね、9700ドルぐらいですね、今の価格水準ぐらいで推移していたんですけども、3時に合わせてですね、一気に高値を目指してきたということで、1万ドルをですね、超えようとしてですね、一時1万10何ドルっていうところまでですね、上がったんですけども、一気にですね、跳ね返されて、一時安値としてはですね、9570ドル付近まで押し下げられたと。ただですね、9570ドル付近にはですね、ここの太い水平線、こちらがありますので、こういったところ、それから、コロナショック以来のですね、安値を切り上げているライン、こういったところでですね、買い支えされるような意識があってですね、そこから買い戻されて、結局今の水準に戻ったと。そこからですね、今日の日中にかけてね、またこう上昇してきて9900ドルぐらいまで上がってですね、1万ドルに試すかなっていう風な展開も見えたんですけれども、またね、レジスタンスされてですね、今押し下げられて短期の移動平均線のところですね、9760ドルぐらいのところでですね、今サポートされていると、そういった状況になってきているということですね。
で、昨日の動画でもですね、僕は言ったと思うんですけれども、やっぱりですね、こう短期的に見て、買い支えっていうのはですね、結構ね、されていると思っているんですね。しかも直近に関してはですね、短期の移動平均線 20MA、それから中期の移動平均線 50MA ですね、こういったところがしっかりね、サポートラインとして機能して、価格をどんどんね、じりじり、少しずつですね、押し上げているっていう風なですね、状況が、まあ見て取れるわけですよね。上昇の勢いっていうのは、僕はこれ強いと思っていて、上昇の勢いというよりも、買い支え力ですね、下値が硬いっていう意識はですね、相当上ついているわけなんですよね。まあ一方で、高値がですね、高値というか1万ドルラインが、相当強力にですね、意識されていますので、まあ一筋縄では抜けていかないだろうなっていうですね、市場の心理っていうのは当然あるわけなんですけれども、ただ一方でね、どっちが勝つか、まあショート勢とロング勢の今後ですね、せめぎ合いになってくるわけですけれども、どっちが勝つかと言われると、これは分からないですけども、一旦抜けるんじゃないかなと僕はね、思っています。まあここのような感じでですね、一旦抜けて、戻ってきたポイント、僕のですね次の買いのポイントっていうのはここじゃないかなと思っているんですね。はい、今から一旦抜けて戻してきたポイントで1万ドルをですね今度はサポートとして迎えてくるっていうことですね。そういった状況になった時に押し目買いを狙うというのがですね、まあ基本的なセオリーになるかなというふうにはね思っております。まあそこで、一つですね気をつけておかないといけないのが騙しですよね。ここの、水平線をですね抜けたかどうかの判断っていうのはですね本当にこれは難しいんですよ。まあ皆さんね、体感として、経験があると思いますけれども、やっぱりどの足で見るかっていうのでもですね、結構変わってくると思いますし、まずはですね、やっぱり自分が見ている時間足で、実態がですね、しっかり上抜けることができるかどうか。まあ一番はですね、日足レベルでね、日足チャートがちゃんとね、こう1万ドルを抜けて、維持できるかどうかっていうところをですね、見ていけば一番確実なのは確実なんですけれども、ただまあ、僕のようにですね、4時間足を見ている方、それから1時間足、もっと短期的に見ている方もいると思いますけれども、やっぱり自分が見ている足でですね、実体が上抜けるのか、それともヒゲで戻されるのか、それともローソク足自体が完璧に、水平線をですね、越してしまうのかっていうところですね。こういったところで信頼度っていうのをですね、自分で、判断していくべきじゃないかなと。やっぱりローソク足がですね、完全に水平線を上抜けた場合っていうのはですね、やっぱりこれは抜けたというふうにね、判断していいでしょうし、逆にヒゲで戻されている場合ですね、実体はちょっと抜けたけれども、ヒゲが上にね、長くつけているとか、あとは実体のこの超え幅ですよね。そういったところもしっかり判断しながらですね、これは超えたかなと。それからこれはまだかなっていうふうにですね、しっかり自分で判断していくべきかなというふうに思っております。で、よくやりがちなのがですね、まあ、そういったね、完全に抜けた、それから実体が半分以上抜けたとかね、そういう基準で、まあ、抜けただろう、抜けてないだろうっていうふうにですね、判断していくのはいいんですけれども、基本的にはですね、相場っていうのはどっちに動くかわからないっていうのは大前提です。しかもビットコインはですね、以前のね、100万円を超えてからの値動き、注意すべきだよっていう動画をですね、多分撮ったと思うんですけれども、100万円を超えてからですね、やっぱりここからボラティリティがですね、非常に大きくなってくるっていうのはですね、過去の傾向としてあるわけですね。いろんなこう注目されるっていうところもそうですし、新規参入者がですね、どんどん増えてきて、取引量も多くなってくると、出来高も多くなってくるってことですね。まあそれに加えてですね、当然クジラも控えているということで、やっぱり値動きっていうのは大きくなってしかりなんですよね。なので、どういった状況になったとしても、セーフティネットはしっかり浅めに貼っておくっていうことはですね、絶対に徹底しておかないと、一気にですね、刈られると以前の僕のようなですね、形になってしまいますので、皆さんにはね、そうなってほしくないので、しっかりですね、綺麗な上昇相場になってですね、イケイケどんどんのような環境になったとしてもですね、しっかり下落っていうのは、頭の中でですね、シナリオとして、想定しておかないといけないかなというふうに思っております。ちょっと長くなっちゃいけないので、このあたりにさせていただいてですね、円建てで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、ビットコインの4時間足、ビットフライヤーのチャートですね。円建てに関してはですね、少しね、価格水準高いところで、値動きしているようなね、そういう形に、見えますよね。まあそういった中で、基本的なチャート形状としてはですね、1万ドルラインを高値に控えて、安値はですね、コロナショック以来の、こう安値を切り上げているラインですね。そういったところで三角、持ち合いの形になっているっていうところはですね、基本的には変わらないんですけども、まあドル建てよりはですね、こう綺麗なアセンディングトライアングルの形になっているのかなというふうにね、見て取れるかなと思います。で、そういった中でですね、まあ円建てで見ている方はですね、よくわかると思うんですけども、今ね、ここの、コロナショック以来のですね、安値の切り上げライン、ここでですね、サポートされるかどうかっていう非常に重要な局面になってきているんですね。で、このローソクの足がですね、9時に確定するわけですけども、この9時でしっかりね、陽線として、まあ陽線じゃなくてもいいですけども、ここのね、トレンドラインを割ることなくですね、維持して確定させて、次の足からですね、伸びるかどうかっていうところをですね、まず直近として判断しないといけないかなというふうには思っております。まあ、最下限なんでね、そういった判断はしやすいですよね。
で、ここでしっかりサポートすることができればですね、また上値をですね、試してくると僕は思っているんですよ。ほんで、ここの収束ポイントとしてはですね、6月の15日ということで、来週の月曜日なんですよ。それまでに大きな値動きがですね、起こる可能性が高いんですけれども、やっぱり今週末ですね、まあ、僕は早ければ明日じゃないかなと思ってるんですけどね、明日大きな値動きが、起こるんじゃないかと。まあ、この大きな値動きっていうのは、この三角持ち合いの結論がですね、明日出るんじゃないかっていうふうにね、僕は思っていますので、まあ、利益確定売りでですね、一気に下げるか、もしくはですね、抜けるだろうということで、ロング勢が勝っていくか、そのあたりがですね、非常に注目なんですけれども、僕はですね、これ予想です。予想的にはですね、ここの、まあ、ローソク足次第にはなるんですけどもね、ここのローソク足でしっかりね、安値を切り下げずにですね、守って、次の足からですね、伸びるような気配が見えた場合はですね、そのまま107万円にもう一回チャレンジして、その足でですね、抜けていくっていう風なパターンですね。そういったパターンを、結構シナリオ、一つのシナリオとしてですね、想定しているところです。はい、107万円超えた後はですね、これもういつも言っていますよね、115万、今年最高値ですね、このあたりまでは軽くいくと思いますので、これを上昇してですね、抜けた後、多分ね、ここの高値、ですね、109万円、110万円っていうところで、一旦上げ止まるような展開があると思うんですよね。そういった中で、一旦戻してきたポイントでですね、例えば短期の移動平均線があったりとかね、まあ1万ドルまで落ちてくることがあるかどうか、107万とか108万のところまで落ちてくるかどうかっていうのは分かりませんけれども、まあ何かしらですね、そういったところを損切りポイントとして起点としてですね、そこから115万までを狙っていくようなトレードがですね、できれば、今後一番理想的かなというところで、そういったところをですね、狙っていこうかなというふうに思っているところです。一応日足もですね、見ていただくとお分かりの通りですね、これ綺麗な、アセンディングトライアングルですね、これほど綺麗なね、三角持ち合いアセンディングトライアングルを作ったのっていうのは本当にね、久しぶりというか、過去見てもそんなないんじゃないかなって思うぐらいの、まあ、綺麗なですね、上昇トレンド中の三角持ち合い、しかもアセンディングトライアングル、これはもうセオリーとしてはですね、上抜ける可能性が非常に高いっていうね、トレンド回帰型のチャートパターンなんですけれども、まあただね、コロナショックで今不安定になっている中なので、じゃあ確実にね、確実というか非常に高い確率で上に行くかっていうと、それはちょっとね、やっぱりこうクエスチョンがつくわけですけれども、ただ勢いとしてはですね、やっぱりこう安値をどんどん切り上げていっているという実績があるので、買い支えっていうのはですね、相当強い力でされていると思いますし、まあ抜けてね、行くんじゃないかなっていうふうにですね、まあ僕は期待しながら予想しているというふうな状況です。皆さんもですね、このあたり注目していただければというふうに思います。それではですね、イーサリアムの方入っていきたいと思います。はい、こちらですね、イーサリアムの4時間足ですけども、イーサリアムもですね、ずっとこう横ばいを続ける中で、安値に関してはですね、こう切り上げていっていると、そういう状況になってきていますよね。まあ、あの線を引きますとですね、こんな感じでトレンドラインが引けるかなと。一方でですね、高値を切り下げているライン、このあたりですね、ここから下げているラインっていうのもこういう風な感じで引けるかなというところで、まあ、これもですね、6月の13日、4日っていうところで、今週末までにはですね、この三角持ち合い抜けてくると思いますので、まあ、このパターンっていうのはですね、アセンディングトライアングルと同じでですね、上昇トレンド中の、三角持ち合いで、高値がですね、切り下がったこの幅よりも、安値が切り上がったですね、角度の方が急なわけですよ。まあ、アセンディング寄りの三角持ち合いということで、これもセオリー的にはですね、上抜けてくる可能性が高いというふうなですね、三角持ち合いになりますので、まあ、これ上抜けてきた場合はですね、262ドルですね、このあたりの水平線、まあ、それを超えるっていうのは次の展開になると思いますけども、278ドルとかね、このあたりの水平線、意識されたラインがですね、ありますので、まあ、こういったところまで、目標にですね、取っていくっていうのが、まあ、今のね、直近の、やりたいトレードかなというふうにね、思っております。一方でこれね、下抜けてしまった場合は、240ドルでサポートされるかどうかっていうところがですね、まあ大注目の、ポイントになってくると思いますけれども、そこもね、割り込んできてしまうと231ドルとか、まあそういったね、展開になってくる可能性も十分ね、考えておかないといけないんですけれども、やっぱりこう予想的にはですね、上抜けてくるんじゃないかなっていうふうにね、僕は期待している、ところになります。はい、これは予想なんでね、参考にしないでくださいね、期待も込めて言っています。はい、ということで、最後のですね、 XRP の方見ていきたいと思うんですけれども、はい、こちらですね、 XRP ですね。 XRP に関しても、まあイーサリアムやビットコインとはですね、ちょっとね、こうレンジが違うというか、期間のですね、長さが違う、全然違うんですけれども、一応今ね、三角持ち合いの形になってきていてですね、
非常に大きなレンジの中でですね、三角持ち合いになってきているということで、これを上抜ける下抜けるっていう時にはですね、相当な勢いで動いていく可能性があるんじゃないかなっていうふうにね、見えると思います。全てはですね、やっぱりビットコインが上抜けるかどうか、イーサリアムがですね上抜けるかどうかっていうところにですね、 XRP もかかっているわけなんですけれども、そういったところにね、追従してくる可能性は非常に高いと思っています。この形状を見るだけではですね、どっちに動くかっていうのはまあ全くわからないですよね。まあ、基本的にはですね、トレンドラインですね、上昇トレンドの中の持ち合いっちゃ持ち合いなんですけども、ちょっとねレンジが大きすぎてですね、本当にねこれはどっちに動くかわからないという風なね展開になってきております。まあ、こう大きな目線で見た時にですね、三尊天井みたいなね、そういう形にも見えなくはないですけども、まあそこはあまり意識されないでしょうね。どちらかというと、ここの直近のですね、逆三尊ですよね、はい、逆三尊を作って今から上にね行けば逆三尊のような形がですね完成するということで、そういったところの方がですね、チャートパターンとしてはまあ注目されるのかなと思うんですけども、まあ基本的にはですね、やっぱりこうビットコインのですね、値動き次第かなというところにはなると思いますので、まあ XRP ですね、この三角持ち合い抜けた後はまあ 22.2 セントとかですね、このあたり直近の高値としてですね動いていた 22.2 セントや23セント、このあたりまでですね、まずは戻せるかどうかというところがですね、直近の課題かなというふうに思っております。一方でこれ下抜けてしまった場合はですね、また19セントっていうところがね、本当にもうデッドラインというふうになると思いますので、この19セント割ってしまったらね、もうお先真っ暗ということで、一気にですね手放そうかなっていう選択肢も見えるぐらいの、状況にですね、なってくると思いますので、そういったところをですね、注目してトレードしていっていただければというふうに思います。はい、ということでですね、今日は主要3通貨の、チャート分析をですねやってきたわけなんですけれども、まあそれぞれですね、三角持ち合いになっていて、非常に面白い展開というかね、どっちに動くか分からなくてワクワクハラハラするような、そういう展開になってきているっていうのはね、どの通貨も共通して言えることかなというふうに思っています。ただですね、三角持ち合いっていうのは上昇トレンド中にね、三角持ち合い作った場合上抜ける可能性っていうのは高いわけなんですけれども、ただね、まだ相場がねやっぱり安定していないと、それほどボラもなくなってきていて、本当に嵐の前のですね静けさのような、状況も、まあ、見て取れるということで、非常に大きなですね、値動きが来た際にやっぱりねしっかり、自分の資金を守る、資産を守るっていうことをですね、念頭に置いたトレード戦略をですね立てていかないと、一気にですね駆られてしまうということになってしまいますので、そのあたりはですね、クジラに駆られないようにねしっかり対策を打ってですね、トレードに向き合っていきたいなというふうに、ね、思っておるところです。はい、ということで、今日もですね最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。またね明日も見ていただける方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。